じゃあこの線を消えて、これが2つ目。さあギリギリだな。これはおそらく外の画像に、外のやつがヒントでしょう。うわーすごい、ここってオフィスビルだよね。何ですかこれは。仕事を嫌な、そういった感情の表れでしょうか。僕もよくそういうことにはなるんですが、これは、あ、下がこれってさ、スケールか。はい、どうも皆さん、こんにちは。チャーリンゴと言います。今日もね、マドリカ不動産やっていきましょう。パート1たくさんご視聴いただきありがとうございました。コメントも楽しくいつも読ませてもらっております。じゃあね、始めていきましょう。はい、じゃあね、このゲームなんですけど、もう結構やったよって人もいたし、まあ結構気になってるって方もね、いらっしゃる、そんな感じかなと思いましたが、やっぱりゲームの外部のね、ちょっとツールを使っていく楽しさっていうのも、新鮮さもあるんですけど、まあなんというか、昔のね、ファミコンとかスーパーファミコンの RPG とかね、アドベンチャーみたいに、ちょっとなんか覚えられないことを僕結構子供の頃メモしたりしてたんですけど、なんかそんなね、ちょっと懐かしい感覚にも似たのもあって、まあそういうのが混じり合って、すごいいいゲームだなと思います。今日もね、遊んでいきましょう。で、ちょっと序盤の注意点ではありますが、前回とかのチュートリアルはまあね、さすがに見ても、まあそんなに影響はないかなと思うんですが、さすがに今回ステージをそれぞれ攻略していきますので、まあネタバレになっちゃうっていうね、そういう危険性があります。これからちょっとやろうとしている方は、若干ね、少々ご注意ください。どっちかというと自分でやってから、あ、動画見て、まあこういうとき、まあこういう解き方したんだな、みたいなことを思い出していただいたりしたらいいのかなと思いますので、そこはね、ちょっとお願いいたします。今回なんですけど、コメントで教えていただいたね、本当にありがとうございます。スマホアプリのね、メモができて、かつ図面も見れるっていう専用アプリがありましたので、それを公式サイトから落としてきました。あとは個人的になんですけど、まあ何でもメモするためようにですね、Nintendo DS のね、動くメモ帳の方を起動しておりますので、今回はこの体制でいきたいと思います。じゃあね、今回どこから行きましょうかね。順番で言うとミスター小部屋の屋敷ですね。どうしようかな。せっかく奥の選べるし、なんかここら辺から適当にって感じですが、忘れた美術館、制限時間40分か、すごいな。難しいのかな。顔顔オフィスビルですね。これが森の診療所。印刷が必要って書いてあるのは何だろう。印刷してる人向けかもしれないですね。ということで、じゃあ、まあ、順番とはまた違って、かつ、難易度もまあ適切かなってところで、印刷もいらないってことで、ここ、カオカオビルにしましょうか。ちょっと行きます。はい。部屋はこんな感じ。行きましょうか。はい、オフィスビルですね。じゃあ、ちょっとスマホの方でも、アプリを使って、今、よいしょ。ここ表示します。Nintendo の動くメモ帳も準備してます。お、来たね。間取り図見ますか。お、なんか光ってる。はい。顔顔ビルか。かわいいですね。顔になってるのかなっていうところですが。まず覚えられることをメモしておきましょうか。おそらく右下のマークに対応させるのは今後も使うのかなってところですか。お、光ってる光ってる。ブロックが何か意味ありげだなぁなんて思いますね。3つ。ん?これはなんだ ?1。なんかすごい気になるな。そうですね。まあ、あまり深く考えすぎない方がいいかもしれませんが、この連なってるブロックがすごい気になる。かつこれが5つありますね。どれがどのマークみたいなのはちょっとわからない。ただマークはこれとこれは共通か。そんな感じでしょうか。あ、ごめんなさい。こっちも共通ですね。なんだろう。顔ですね。YYB がまず見えて、かつ何かマークも見える。中央のあれがもう、右方向の中央がもうヒントですね、あれ。これはまあ、そのまま覚えられたらいいのかなってところですね。ビル2階、あ、まあ、1階はワープできます。これは、
あえずはめっちゃわかりやすいヒントかなってところですが、使ってみるか。下上左右でしょ、押しマオフとかかな。やってみましょうか。うん、やっぱそうですね、スケールです。うん、来たね。ちょっとメモしないとダメだなこれ。このまま、あー消えた、魔法の子が消えてしまいました。もう一回行きましょう。下上左右、さあ急げ。あータッチペンか、タッチペン落としたさあ単純にこれはメモしましょう。はい、メモ完了で、上だね、上のマークと合わせろって話でしょ。マークをメモ中です。まあ自分だけに分かればいいので、とてももうとんでもない絵ですね。僕は絵心がないので本当にね、この理解のためだけに書いてます。よし、メモした。これ対応表も準備できたかなってところですが、ちなみに時間が減ってるのは、僕が一回この書いた、せっかく書いたメモを消してしまって、もう一回スケールをやろうとしたら何回か間違えたからです。すいません。ではこれは分かりやすいかな。真ん中行って右下で、まああとは順番にね、つながってるっていう右の中央の絵を信じましょう。で、この中央で行くと、まず Y でしょ。Y で X、YX、で、YXB、YXB、ちょっと待って。YXB でまた、で B だよな。ちょっとね、いくよ。ちょっと待って、そういうことはメモしようか。中央からだから Y X があって、 Y X があって、次 B があって、 X で Y ますよ。あ、間違った、ちょっと待って、 YXB XY、 あれ、ちょっと待った、あ、ごめんなさい、僕間違えてるY じゃねえよ、 B だ。で、いいよね。あ、何やってんだろう。というわけで、こういったコマンドエーションも、コマンドエーション行った時もね、メモ必須で、かつ間違えることもありますね。ダメだな。と、XP。あ、来たね。うん。これは単純なミスです。これは飛べるですね。うわ、すっげえな。なんだろう、すごいね。あ、しまった。あ、まあ大丈夫か。スケールをメモしてみます。スケールを思い出せるんで、今回は。あれだね。下、上、左、右でしょ。何よりも透けさせますか。僕も若干現世投資魔法欲しいなって思うときはあるんですけど、どうだろうね。でも実際に投資魔法ってさ、なんだろう、あの 上着だけ透けてくださいみたいな、そういうこと多分おそらくできないと思うんですよね。多分その下着見たいなって思っても、下の皮膚のところまで透けちゃってわけわからんことになると思うんですよ。そういうところのさじ加減って難しいなって思うんですけど、そんな都合のいいねことはできないでしょ。うわ、何これ、ちょっと待って、はいはいはい、うわー、これはメモ必須か。ちょっと待って、簡単にか、うわー消えちゃうね。さて、これ大変だな。とりあえず、こう来て黒点があって、で、下にまた黒点があって、こう来て、こう来て、こうでしょ。で、下に部屋が3つあったから、じゃあこれは何階の話だってところか。こっちで間取り図見ます。ってことは、おそらく、1階か2階の話だけど、今僕いるの2階でしょ。じゃあそこか。あれ、でも、あと、こっちも1階。
敗だよね。あ、そっか。待てよ、じゃあ一回なんかあったよなって話よね。戻ろうか。トレールしました。でだ、マドリスと合わせてみよう。これの、やっぱりこのブロックですね、おそらく。ちょっとこのブロックはいいんだが、それをまあ、何かヒントして、とりあえず得ておけってことか。これを、マドリスに合わせて考えると、このマドリスを見たんだよな。そこがこうなってるから、下がこうなっているからややこしい。ちょっと待った。今ね、ビル1階の地図を見ながら、かつそれとこの部屋の図を合わせて、さっきの図と合わせてるんですけど、そうやると若干ややこしいな。あ、そっか、こうやればいいんだ。ごめんなさい、今 DS というか書いたメモをどっちに向けるかっていうのが分かったんで、エレベーターこっちでしょ。じゃあこう4、1、次どっちだ、4、1、1、こうかな。違ったら違っただな。メモしとくか。これがじゃあ次どこで使うかって話はあるけれども、まあ覚えるだけ覚えておいて、よし、じゃあ飛びますか。です。ヒントを探そう。これは待った。ちょっと待てよ。どれが正しいヒントです。違うかっていうことだけちゃんと覚えておかなきゃダメだ。あ、ということは。数字が書いてないものはあまり考慮しなくていいはず。じゃあこれ覚えよう。箱2つで上。全てならば何か解けそうな気もするから、さっきの場所を見よう。411241132ってことは、これが避けるか。違ったー、ちょっと待った。ちょっと待って、一回考え直せ。僕、ここを間違ったか。もう一回見ようか。なんか違うぞ、僕考えてるの。やってんのか。もう一回見ていいかな。なんないのとか言っても多分今動画見てる人にはなかなか伝わらないと思うんですけど、ちょっとねメモしたものをひっくり返したりして今考えてます。ちょっとだね、大丈夫。この絵がこうあって、
違う、見てる場所が違うんだ。こうじゃなくて、レーター側だろ。違う、違う、僕間違えてる。エレベーターがこうだと考えると、どう置けば正しくね、こういって、あーしまった、あーやらかした、こうだ。これで順当にいけば多分絵的にも合ってるはずだから、あーしまった、あーしまった。ってことはちょっと変えよう。1か4だよな。14、これは1回もっとさっきの部屋って確認しよう。ドベール使ってした。当てることはできると思うから、戻るよりも先にやっちゃうか。ちょっと待って、ってことは3、3、2、1、3、2、1、14か41、最後の4桁と受けた目失敗してもいいです。一回映像しましょう。来た、よし、こっちだ。じゃあこの線を消えて、これが2つ目さあ、ギリギリだな。これはおそらく外の画像に、外のやつがヒントでしょう。うわー、すごい、ここってオフィスビルだよね。何ですかこれは。仕事を嫌な、そういった感情の表れでしょうか。僕もよくそういうことにはなるんですが、これは、あ、ちょっと下がこれってさ、スケールか。ちょっと待って。やはり。ただ、これは何の順番だ。これだけだとよくわかんねえ。ただ、覚えておく必要はあるだろう。時間は5分。いや、ごめんなさい、6分ですが、まあ、約5分でしょうか。よし、覚えろ。線、波、丸、点、ポンポンで、こっちの2つ、直すのができなかった。もう一回。複合成。これはここと同じか。でですね、これはもちろんですが、 YYAB、 あーちょっと待ってよ、窓に見える、窓にもマークあるよね。ちっちゃくてよく見えねえ。スマホで見るか。これはどう点滅している。もしかして横、こっちも点滅してる。一回これ打ってみるか。これ打ったら、
っとどうやって取ればいいんだろう。まあどっちも上は Y と取られていいのか。下のスケールが何か意味あるんだよな。 AYBY まあ何かできた。飛べるビル3階。そっか、もう一旦部屋やったか。ちょっと待ってよ、これが進めだろう。さあ時間がかなりギリギリですね。ビル3階、すっげえ、なんだこれ。ビル3階、ビル3階の位置を考えるって話か。ビル3階としてみたら、あそこの光ってる窓とさ、ビル3階だよね、ここ。もしかしてこの小窓なんだ。小窓は分からん。これをさ、間取り図的に合わせ、ビルの4階のやつと合わせたとしようか。だが、もしやる覚え方としてはまあ簡単。今自分が入ってる部屋だけを考えて、この L 字型の今いるところだけ考えて、そうだね、まあ、左上から右下に流れているって思えばいいから。黒いのが何だろう、でかつそれが外に漏れてる、これだけ覚えておくか。時間ね、ちょっと待って、一回戻るよ。はい、してビル4階でしょ。そうなんだ、ビル4階だったらビル3階で覚えたことを使えばいいから。いや待てよ、こうだろ、こうだから、僕どっちから見てるんだこれ。そうだ、これで合ってるから、じゃあさっき書いたやつ、さっき書いたやつこうだろう。50秒か、時間ねえな。あーくそ、絶対時間ない。ちょっと待った、いやここでこれか。ちょっとね、焦るな焦るな。最後にあそこに繋がると考えれば、これに B が入るから、
ってみるか。ABXAB 違うか。やっちゃったな。ちょっと冷静に考えよう。ヒント見るか。ちょっと書いたのこれ合ってるか。ちょっと待って、変な書き方したかな。まあ、ちょっとこうでしょ。あ、しまった。逆に見てた。やっちゃった。しまった。だからしまった。ちょっと皆さん何が起こったかうまく説明できなくて申し訳ないんですけど、本当だったらちょっと L 字に下の呪文に沿って詠唱したかったんですけど、それを間違えました。その L 字をね、多分逆って言っても変だな。なんというか、まあちょっと物件的に方角間違えたって感じなんですけど、でじゃあこれとまあ合わせていくしかないか。これやってっかな。自信ないよね。外なのに勘違いしてるかな。ミル3回、それかもしくはここじゃない名称するのか。4回でああなってるから3回だと何か違うのか。仮にあれか、ちょっとテレビの前行かないと分かんないんだよな。いや、分かる。あれでしょ。あとは時間も過ぎちゃったんでいろいろ試しますが、あ、そうだ、やっぱり、窓の外のやつとまた方向を合わせていこうって感じで、それが3回の魔法をここで使いましたって感じです。いやーマジか。時間で言うと30分とちょっとかな。というわけで住めるようにはなったんですが、認定はならすかな。そうだね。悔しい。というわけでかなりやりごたえ出てきましたね。まあおそらく、まあ前回みたいに僕パズルが苦手なので、きっともっと察しのいい方はガンガンいけるとは思うんですが、いやでも楽しいですねこのパズル。本当にね、書いたりメモしたりっていうのがあるんですけど、あれかって発想ができるととても楽しいです。はい、じゃあね、今日僕1ステージクリアするのが精一杯でしたが、とてもね楽しかったです。まあチュートリアル終わるとこうやってねバラエティ飛んだステージもたくさん出てきていいなと思う感じですので、皆さんもね機会があったらマドリーズとかねメモ帳とか、あとはスマホのアプリとかでもね片手にぜひね挑戦してみてください。じゃあそんな感じで今日は終わっていこうと思います。いつもご視聴いただきありがとうございます。よかったらまた見てください。失礼いたします。